ただしの森ただしの森は、京都市左京区の鴨御祖神社の境内にある社葬林である。鴨川と高野川の合流地点に発達した原生林で、およそ12万4000平方メートルの面積がある。森林の全域が1983年に国の史跡として指定を受け保存されている。また、1994年には下鴨神社全域が、 世界遺産に登録されている。清流の一つ、蝉野川正の森は、下鴨神社の境内に広がる原生林である。かつて京都に平安京が置かれた時代には、約495万平方メートルの広さがあったが、応仁の乱など京都を舞台とする中世の戦乱や、明治時代初期の上智令による自社領の募集などを経て、現在の面積まで減少した。 特に1470年6月14日に、王人の乱の陛下を被った、ただしの森は、この時総面積の7割を消失している。ただしの森はこの一帯が、山城国と呼ばれていた頃の植物賞をおおむね、止めている、原生林であり、ケヤキやエのッなど、ニレ科の落葉樹を中心に、約40種4700本の樹木が生育している。森は、 鴨川と鷹の川に挟まれるように広がり、南北に細長い。臨床を塗って、これらの川に注ぐ数本の清流があり、周辺には水辺を好む植物も茂る。古くは、源氏物語や枕の創始に歌われ、今の大谷林の場として、人々に憩いを提供する史跡である。森を流れる小川は四つあり、それぞれみたらし川、泉川、奈良の小川。 セミの川と名付けられている。三垂川は、湧水のある、三垂池を水源としている。ただしの森の東側を流れる泉川は、高野川の支流である。奈良の川は、三垂川に、泉川の流れの一部が合流したもので、鴨川の支流であるセミの小川に取り込まれて、ただしの森の中央を流れる。ただしの森の、ただすが何に由来するのかという点については、諸説ある。 偽りを正すの意図するほか、鴨川と鷹野川の合流点であることに起因して、正すとする説、清水の湧き出ることから、直住、たた、主玉寄姫の神明に由来するという説などの各説がある。他に、木島座、天照住玉神社にある、元正の池、及びその周辺の、元正の森から移された名前であるという意見もある。神木として祀られている。 古北田市の森は原生林ではあるが、いわゆる原始林ではなく、ある程度維持管理されてきた森林である。樹種の傾向は下半林のそれであるが、森にはクスノキなども生えており、これは1934年の室戸台風と翌年の大水害を経て植生回復のために植栽されたものである。他にも赤椿のように神社としての機能や格式にかかる理由から人為的に、 植えられた植物もある。斜草林としてのただしの森の特徴として、常緑の針葉樹が非常に少なく、落葉樹中心の明るい森であることが挙げられる。一般的な神社の境内は神秘的な暗い森が好まれるため、針葉樹が喧嘩されて薄草とする例が多い。なお、下鴨神社及び、鴨分け一日の,の神社の神門である双葉追いも、かつては多く自生していたが、 地下水位の低下に伴う臨床の乾燥化により激減している。京都盆地は暖温帯であり、植生としては常緑紅葉樹林、中でも商用樹林が発達しやすい。しかし、京都盆地北原の底部にあるただしの森周辺は、冬季の夜間に非常に冷え込むため常緑樹の生育に向かず、植生はニレ化に代表される落葉紅葉樹林の様相が強まる。 この点については、異論もあり、河内市の多い痩せた土壌が樹木省の主因であるという意見もある。ただしの森には、幹の直径が10センチメートルを超える木元がおよそ4700本群生している。そのうち樹齢200年から600年に達するものは約600本である。1983年より、京都大学の研究チームを中心とするグループによって、 植生調査が行われており、それによれば、無クの木が71.9%、ケヤきが15.9%、その他エノキ1位がしつばき、七味の木やオキシロなどの自生が確認されている。2001年の調査でもこの傾向は変化していない。いかにただしの森の詳細な樹脂構成を示す。人為的な植生更新の試み、定植された洋木の周りに囲いが設けられている。 1939年の調査は、調査の5年前にあたる1934年の室戸台風と翌年の大水害の被害を受けた後の状態である。この水害で森内に数千本あった樹木は97本まで激減したが、1991年になると水害後に植えられたクスノキが顕著に生育している。クスノキの他にも多くの樹木が成長を見せ、千本、 以上の体形記がただしの森の樹幹を構成するに至っている。また、水害後に残った97本では、うち25本がなお巨木として森内に残っている。植林用のクスノキは当時の内務省から配布されたものであったが、これは本来京都盆地には分布していない。このクスノキが順調に生育し、無垢の木やエノキをしのいで森の主要な樹種になっている。それは、 原生林であった、ただしの森の植物症が人為的な干渉を受けたということでもある。ニレ科の無症も確認されてはいるが、クスノキのような常緑樹が優先するインジュリンの臨床では、日症が不足し、定着して、成り木に育つ例は少ない。逆にクスノキによるインジュリン化に伴って増殖した樹脂もある。シュロももともとは、 ただしの森に生育していなかった植物であるが2003年時点では直径1 0トル以上のものだけで250本を超える数となっている。これは種子が鳥によって運ばれ発が定着したものであると考えられている。種類がただしの森に侵入して数を増やした背景としては日照の低下のほかに年平均気温の上昇などが挙げられる。ただしの森には 下草として、熊笹やシダのほか、様々な草本が生育している。特徴的なものでは、シャガ地上草やブランジャのヒゲなどがある。これらの草本も双葉青いと同様、地下水面の低下やクスノキの繁茂に伴う日照の減少の影響を受けており、シャガや吉上草の減少が著しい。他に、特に稀な植物として、不正植物の一種であるタシロランも、 近年森内で確認されている。ただしの森では、大型哺乳類は確認されていない。昭和60年代までは、日本リスの目撃例があったが、平成以降は途絶えている。鳥類としては、アオバの映像が確認されている。アオバは、東南アジア周辺を越冬地とする夏鳥であり、大木のホラを巣穴として、子育てなどを行う。2002年の調査では、 森内に3カ所の巣穴が確認された。ニレシナの木には軌道ができやすいため、ただしの森は青バズクの映像に適した環境であると考えられている。ただしの森の各地にはカモノナナ不思議と呼ばれる伝承がある。なお、レンリの榊やミタらしい家の周辺は整備されており、一部は森の中にない。レンリの榊、3本の榊のうち、 二本が幹の中ほどで繋がっている神木。その形態から縁結びの象徴となっている。蓮里の榊が古くなり枯れると、後継となる新たな榊がただしの森の伊豆国家に生じるという。何でもヒーラギ、本殿南西にある境内拙者の一つ、非常木神社の周囲の木、樹種によらず、皆ヒーラギのように葉の周囲に巨子を生じると言われている。見たらしい毛の泡。 聖火の土曜の頃、三た川の源泉である、三たら池から水泡が湧く。この泡をもとに生まれた歌詞が、三た団子であるという。泉川の石、カラスとは、下鴨神社の祭神である鴨の竹つのめの命の、化身、八タガラスを指す。縄手は八タガラスへ参るための幾筋もの細長い、参道のこと。その縄手の一つ、 紅葉橋のたもとにはかつて甘子駅岩の小ら子社と呼ばれる社があり、西岩が通ずると泉川の石が飛び跳ねたと言われている。赤椿、ただしの森には赤い花をつける椿が多い。これは、下鴨神社の神職は理解が高く、他から参拝に訪れる使いのものは一般に、それよりも低いため、理解に基づく装束の色の違いが目立たぬよう、配慮したもの。船が、 島、奈良社旧跡、三市川と泉川の三角州に船が島と呼ばれる、一角がある。戦乱や干ばつに際してこの周辺の流れを、かき回すと、小石が跳ねて世相が落ち着くという。節芝、ただしの森のほぼ中心に位置する、古くよりの祭上。口実する切れ芝神事の場。下鴨神社では、上鴨神社と共に取り行われる霊祭。 青い祭りなど様々な祭事が模様される。その中で特にただしの森が祭事場となるような関わりの深い祭事について記す。これらの伝統行事以外にも、ただしの森では農量古本祭りなどが開催されている。やぶさめ社寺青い祭りの祭事に先立ち、前儀として毎年5月3日に行われる神事続く祭事の場となる下賀茂神社の境内。 ただしの森を払い清めるための神事とされる。仮装束姿の伊手が三つの的をかぶら屋で居抜く。明治時代以後しばらく中断していたが、1973年より、再び取り行われるようになった。おかげ祭りやおい祭りの祭事に先立ち、前儀として毎年5月12日に行われる祭り。古くは、三荒神事と呼ばれていたが、江戸時代中期に、 現在の故障が定着した。祭り列は、下鴨神社を発して、境外拙者のおかげ神社に至り、再び、下鴨神社に戻ってくるが、その際に、切れ、芝神事として、ただしの森にて、東湯の舞が奉納される。青い祭り、鴨祭とも呼ばれる。毎年5月15日に取り行われる祭事。詳細は青い祭りを参照。 三たらし祭同様の牛の日頃に数日間開催される祭り。三たらし池の湧水に足を浸して健康を祈願する行事がある。名護市神事立秋前に行われる神事。三たらし池に埼玉と時屋を建て、宇治子らが五十本の時屋を一斉に争奪する。雇り神事とも呼ばれている。復元、公開された祭祀以降。 ただしの森では1990年度から奈良の小川、セミの小川の整備事業が行われ、それに伴い移行の発掘調査がなされた。翌1991年度に京都府と京都市の合同による予備的な発掘調査が行われ、表参道北端付近奈良電郷周辺にて平安時代のものと思われる流路跡が確認された。 これを踏まえて2000年度より京都市埋蔵文化財研究所を中心とした調査グループによって流路跡の発掘作業が行われた。調査の結果、発掘された水路は幅約3メートル、長さは東西方向におよそ32メートルであった。深さは40センチメートルから70センチメートルで、溝内にはおおよそ平安時代、鎌倉時代、 近代の三時代にわたる堆積物が累層していた。この水路は、ただしの森の東側を縦走する泉川から分岐する形であったと推測されているが、流路の東西の勾配は非常に小さく、かなり穏やかな流れであったことが示唆された。この水路の南側からは、石符以降も発掘されており、周辺では何らかの神事が行われていたと考えられている。この水路と、 石符移行の発掘作業は平成14年2月まで行われた。作業終了後には周辺にニレカの植物が植栽され、植生の回復が図られた。2005年の2月から3月にかけ、さらに石符移行を復元するための整備作業が行われたところ、その上に粒手をほとんど含まない森土によって形成された災害跡が検出された。この以降は南北に 約9メートル、東西は約6メートル、森土の高さは10センチメートルから20センチメートルほどであった。祭願上には7カ所の祭祀跡があり、石田形成されたものと土器や貨幣によって形成されたものとがあった。祭祀跡は前者の方が多く、いずれも平安時代前後のものであると推測された。一方後者は江戸時代のものと考えられた。 これらの祭祀以降は2008年に復元が完了し、一般公開されている。また、縄文時代の土器も発掘され、その復元土器が現在、鴨の窪手として、下鴨神社の神事に使用されている。紅れない白梅図、ただしの森はその情景が、平安時代の詩歌に読まれるなど、古くより、景観の美しさを楽しむ場としても親しまれてきた。著名な大型作の国宝、 紅れない白梅図屏風も、見たらし川とその辺の梅を描いたものである。早春にはこの梅のほか、森の赤椿も開花を迎える。4月になると山桜、犬桜、薄墨桜など、主樹の桜が見頃となり、梅雨の季節には、アジサイと主樹の総本の花が咲く。秋には、カエデやイチョウなどの落葉樹が紅葉し、 特にただしの森の南端付近でセミの小川に架かる紅葉橋などは、その名の通り紅葉の名所となっている。冬は、雪景色、また木々の葉が落ちて、明るくなった森の黎明や、日没の空が美しいと言われる。光の祭り時を因からミ江戸時代の絵図に描かれた、ただしの森には、松や竹が描写されている。ただしの森の森林資源としての利用について、この竹を伐採して、 資材としたり、畜肥や竹の子を売っていたという記録がある。江戸時代中頃になると枯れた松を同様に売って、現金収入の一つとしていたという。ただし神社に建築材が必要となった檻には外部から木材を購入した記録が残っており、ただしの森の木元は利用目的では採されるようなことはなかったと考えられている。森の面積が縮小し、 積極的に保護されるようになった近年では木材を利用するようなことはない。ただしの森は都市部の貴重な森林ゆえに憩いの場として市民に親しまれている。1985年の調査によれば、ただしの森への平日の来訪者は1000人から1200人ほど、5月や11月の気候の良い時期の休日であれば2500人から3300人に達したと報告されている。 この人数には森自体に来訪した人以外にも結婚式や753などの目的で神社を訪れる人も含んでいる。ただしの森の利用者の行動としては散歩や読書、動植物の自然観察や写真撮影などのほか映画の撮影などもあったという。また許可を得て古本詞なども模様され親しまれている。1994年にはただしの森は 下鴨神社の一部として世界文化遺産となった。しかし2018年の台風19号により多くの木が倒れる甚大な被害を受けた。2019年8月17日から9月2日、デジタルコンテンツ制作会社チームラボによる下鴨神社、ただしの森の光の祭り時をインカラミが開催された。ただしの森は古くより人々に親しまれ、多くの古典に名を残している。 その一部を掲載する。ブレーキ、要は今ぞ別ルルとどまらむ、なおばただしの神に任せて、紫式部、源氏物語、作中、光源氏が、しがらみ多く辛い世の中を離れて、住まいと下る。都に残す自分の名、人の噂の成り行きは、ただしの神に委ねよう、と下鴨の神を拝して読んだ歌。また、源氏物語には九条、青いがあるが、この巻名は、 光源氏の精妻である葵の上と共に、物語の舞台となる葵祭りを受けた名称でもある。いかにして、いかに知らまし、偽りを空にただしの神なかりせば、中身や定時、枕の創始ただしの神が終わすのでなければ、どうして、あなたの偽りを知ることができようか、のい。人知れず心、ただしの神ならば思う心を空に知らむ、小野高村、新古今和歌集、十月に、 鴨に舞うでたりしに、他のモミジはみな散りたるに、中の御社のがまだちらでありしに、赤染盟門、赤染盟門州10月の頃に、下鴨神社にもうでたところ、京都の他の場所の紅葉は、すでに散ってしまっていたが、ただしの森の紅葉は、まだ残っていた、というただしの森の遅い紅葉を読んだ歌。歌集の成立年は定かでないが、千四十四年から千五十三年頃と、言われる。 石川やセミの小川の清ければ月も流れを訪ねてぞ、住む、鴨の町名、新古今和歌集下鴨神社の歌合わせの場にて、下鴨神社の士官であった、鴨の町名がセミの小川の水鏡に映る月光の、美しさを詠んだ歌。この歌を詠んだ町名であるが、鴨川がセミの小川と呼ばれることを、他の参加者が知らなかったために、歌合わせの場では負けを喫した。後に町名は、 カモの演技にその胸の記述があることを公にし、神社の肘を軽々しく開示するとは、何事か、というカモの神職たちの批判を浴びながらも、自家が正しかったことを主張した。この短歌は、人々の人気を博し、後に占された、新古今和歌集に収録されるに至っている。君がため今日の溝ぎに泉川万代すめと、祈りつるかな、藤原俊勢。 親族古今和歌集風そよぐ、奈良の小川の夕暮れは五景像、夏の印なりける、藤原家高、新直線和歌集奈良の小川で行われる名護市の、払いを読んだ歌。小倉百人一首にも選ばれている。ありがとうございます。